グリネル大学はアメリカ合衆国アイオワ州、グリネルにある私立リベラルアーツカレッジ。1846年に改修派協会によってアイオワカレッジとして創立した。同学は高等教育委員会により認定を受けている。学生数約1700人に対して20億ドルに上る潤沢な寄付金をもとに学生体教授の人数比給1、ほとんどの授業は 学生数20人未満という、リベラルアーツカレッジの特徴とも言える、少人数性教育を徹底して行っている。アイオワ州随一のリベラルアーツカレッジで、ヒドンアイビーの一つに数えられ、US ニュースワールドレポート誌が毎年出している、大学ランキングでは、全米のリベラルアーツカレッジの中で常に、トップ25に入っている。アイオワ州、グリネル市の創設者の一人で、 グリネル大学の講演者でもあった、ジョサイア・ブッシュネル・グリネル1830年、回収派協会の牧師アサ・ターナーがアイオワに入属し、東海岸の本部に伝道師の派遣を要請した。11人の伝道師がターナーに呼応し、アイオワバンドと呼ばれる伝道師団を結成して、アイオワにやってきた。やがて1846年、アイオワ回収派協会の年次大会で、 アイオワカレッジが創立し、基金集めが始まった。その翌々年、1848年に、アイオワカレッジはダベンポートで開港した。その後まもなく、アイオワカレッジは、グリネルに移転した。移転した頃から、アイオワカレッジは、非公式にではあるものの、街の名と同じグリネルと呼ばれるようになった。しかし、正式名称として、 グリネル大学に改称されたのは1909年のことであった。アイオワカレッジはその初期に困難に直面することになった。1854年にミシシッピ川衛生の大学として初めて二人の卒業生を送り出し、学士の学位を授与したものの、その50年もしないうちに南北戦争で学生や教職員の多くを取られた。しかし、南北戦争終結後は、 女子学生を受け入れたり、実験を含む自然科学の分野を教育課程に新たに取り入れたりして、再び成長軌道に戻った。1865年には初めて女子の卒業生を送り出した。また、1879年には初めてアフリカ系の卒業生を送り出した。1882年、グリネルの街を竜巻が襲い、 学生二人を含む三十九人の死者を出した。卒業式を10日後に控えた、アイオワカレッジのキャンパスも竜巻の直撃を受け、校舎が全開した。その後、被災したキャンパスがすぐに再建したのみならず、教育課程もさらに拡充され、新たに政治学や近代言語が取り入れられた。19世紀末。 1887年に38歳の若さで学長に就任したジョージ・オーガスタス・ゲイツの下、アイオワ・カレッジは社会的福音運動の中心地となった。1893年には応用、キリスト教神学部門が創設され、ジョージ・ディ・ヘロンがその初代教授に就任した。ロバート・ハンディは、この時期の社会的福音運動及びこの両名について以下のように表した。 ザ・ムーブメント・センタード・オン・ザ・キャンパス・オブ・アイオ m カレッジイッツリーディングフィギュアスワープロフェッサージョージ D ヘレンプレジデントジョージ A. ゲイツ、この運動はアイオワカレッジのキャンパスを中心に起こったその牽引役となっていたのはジョージ D. ヘロン教授及びジョージ A. ゲイツ学長であった20世紀に入るとキャンパス内にはカーネギー図書館やヘリック礼拝堂が建てられたまた 1916年にはアメリカ合衆国外留学プログラムの先駆けとなるグリネル・イン・チャイナが中国三東省に設立された。このグリネル・イン・チャイナは1937年の日中戦争勃発まで存続した。女子寮も整備され全米的なモデルとなった。また、とりわけ1910年代には1912年に卒業したハリー・ホプキンスをはじめ、 あとに、第32代大統領フランクリン・ルーズベルト、政権下でのニューディール政策において、重要な役割を担うことになる卒業生を輩出した。第二次世界大戦後にも、グリネル大学は、社会の要請に沿った形で進化を続けた。1959年には、実践的政治学教育プログラムが創設された。このプログラムには、ユージーン・マッカーシー、 バリー・ゴールド・ウォーター、ヒューバート・エイチ・ハン・フリーといった連邦上院議員や、前大統領ハリー・エストルーマン、大統領ドワイト・ディ・アイゼンハワーも訪れた。公民権運動の最中、1967年には、リベラルアーツ・カレージーイン、ーワールド・オブ・チェンジと題した集会が学内で開かれ、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアが演説を行った。 1987年にはグリネル大学と南京大学の交換留学提携という形でグリネル・イン・チャイナが50年ぶりに復活した。2010年には40歳以下の若手起業家をたいたて最高10万ドルの賞金も授与する社会正義若手革新社賞を創設した。グリネル大学は州都デモインとアイオワシティのほぼ中間に位置する 小さな大学長グリネルにキャンパスを構えている。メインキャンパスはおおむね、南にシックスアベニュー北にテンスアベニュー東にイ、e、ーストストリート西にパークストリートに囲まれた範囲に収まっている。120エーカーのキャンパス内には、カレッジ8ックからバウハウスに至るまで、様々な建築様式の校舎等の建物が68棟、立ち。 そのうち学内に現存する最古の建物であるグッドナウホールおよびミアーズコテージの2棟は国家歴史登録財に指定されている。キャンパスの西側には200棟以上の歴史的建築物からなり、地区全体で国家歴史登録財に指定されているノースグリネル歴史地区が広がっている。特徴的なロッチアで結ばれたキャンパス東部の学生寮群、学生寮はキャンパス北部、 南部及び東部の3カ所に集中して建っている。キャンパス北部及び南部の学生寮群は、ケンブリッジ大学やオックスフォード大学の学寮をモデルとしている。これに対し、キャンパス東部の4棟の学生寮は、ウィリアム・ローン・オーナ・ソシエーツという建築事務所が設計した近代的なものでリード認証を受けており、地元、アイオワ産のライムストーンを用いて建てられている。 三カ所いずれの学生寮群もそれぞれロッチ屋で結ばれているが、キャンパス南部の学生寮群のロッチ屋のみが完全に壁で覆われ、現冬期でも寒さをしのぐことができる構造になっている。1915年に最初の学生寮が建てられてから1968年まで、キャンパス北部の9棟への学生寮はすべて男子寮。 一方、キャンパス南部の6棟はすべて女子寮と分けられていたが、1968年以降は男子学生と女子学生が同じ寮の別の木座橋に収容されるように改められた。研究、教育用との校舎はキャンパス南西部に集中している。また、スポーツ施設はキャンパス北東部に集中しており、そのいくつかはテンスアーベニューよりも北に立地している。 コナード環境研究所敷地に復元されたプレイリーメインキャンパスに隣接する地区にもいくつかグリネル大学の所有する建物が建っている。古い研究、教育用途の校舎群からパークストリートを隔てた向かい側には家屋を転用した建物に数多くの管理部門の事務所が入っている。また、いくつかの住宅は大学が所有するキャンパス外の学生用住居となっている。 メインキャンパスから西へ11マイル、ジャスパー群東部には、クリネル大学の生物学部門が、コナード環境研究園という野外研究施設を有している。365エーカーの広さを持つ道園の敷地には、道学が研究目的で、プレーリー、森林、およびオクサバナといった、この地域の元々の植生を復元している。園は、学の生物学部門の研究、 教育目的の他にも一般に開放されてハイキング野鳥観察、射精などに使われている。同園はリードゴールド認証を受けている。ロバートノイス科学センターグリネル大学のカリキュラムの特徴はその柔軟性にある。同学にはコアカリキュラムや一般教育科目というものはなく全学生必修となっているのは1クラス10から14人の学生からなり、 多岐にわたるテーマについてのディスカッション及び集中的な作文を通じて同学での学びに必要となる学問技能を身につけることを目的とする一年次チュートリアルと呼ばれる一科目だけである。あとは42分野にわたる500以上の科目の中から一年次チュートリアルの担当教授が兼ねるアカデミックアドバイザーとの相談のもとに個々の学生が自由に選ぶことができる。 学生は2年次終了までに専攻を決定し、その時点で専攻分野の教授の中から3から4年次のアカデミック、アドバイザーとなる教授を選ぶことになる。バーリング図書館、グリネル大学は他大学との提携も盛んに行っている。グリネル大学で3年、その後カリフォルニア工科大学、コロンビア大学、レンセラー工科大学、 ワシントン大学の4大学のいずれかで2年学ぶことで、グリネル大学の教養学士及び定型校の工学士の両方の学位を5年で取得することのできるデュアルディグリープログラムが用意されている。また、ダートマス大学側のプログラムとして、ダートマス大学の工学部とグリネル大学を含むリベラルアーツカレッジ20校の間にも同様の5年デュアルディグリープログラムがある。 このプログラムでは、上記と同様に、グリネル大学3年ダートマス大学2年の3から2プログラムのほか、1から2年時にグリネル大学、3年時にダートマス大学、4年時にグリネル大学、5年時にダートマス大学と、両校を行き来して、両方の学位を取得する2から1から1から1というオプションも選択することができる。アイオワ大学との間にも、 公衆衛生学の分野で提携プログラムがある。このプログラムは、グリネル大学での学業と並行して、3年次までに、アイオワ大学の公衆衛生学基礎オンライン受講、及び GRE の受験を済ませ、4年次にも、アイオワ大学の所定のオンライン講座を受講。その後、アイオワ大学の大学院、公衆衛生学修士課程で1年学ぶことで、 5年間でグリネル大学の教養学士及びアイオワ大学の公衆衛生学習士の学位を取得することができるというものである。ワシントン DC のアメリカン大学との間にもグリネル・イン・ワシントンという1セメスターの提携プログラムがある。このプログラムはアメリカン大学で開講される演習及びワシントン市内でのインターンシップからなっており演習はグリネル大学での発端に インターンシップは4単位をそれぞれ与えられるというものである。演習はアメリカ政治、外交政策、国際経済、経営、国際法、国際機関、ジャーナリズムニューメディア、司法、公共衛生政策、及び持続可能な開発の8分野から1つを選んで履修する。アメリカ合衆国内のみならず、国際的な提携も盛んである。 グリネル大学は世界45カ国に夏季休暇中の短期のものから1セメスターや1年のものまで105の国外留学プログラムを有している。グリネル大学の全学生に占める留学生の割合は18%に上り、またグリネル大学の学生の半数以上は在学中に何らかの形で国外留学を経験する。グリネル大学は 中西部大学連盟に加盟しており、同連盟と提携している五大湖大学連盟の加盟校であるアーラム大学が主催する、早稲田大学との日本研究留学プログラムに参加しており、このプログラムを通じて、同学から早稲田大学に留学生を派遣し、また同学に早稲田大学からの留学生を受け入れている。グリネル大学はヒドゥンアイビーの一つに数えられ、US ニューズ ワールドレポート誌が毎年出している大学ランキングでは全米のリベラルアーツカレッジの中で常にトップ25に入っている。同誌によると入学難易度も最難関の部類に入るとされている。合格者の中間50%はサットクリティカルリーディングが800点満点中640から750点、マスが800点満点中680から780点。 合計が1600点満点中1320から1530点となっている。アクトでは36点満点中30から33点となっている。例年、志願者数に対する合格率は25%前後にとどまる。ミネソタ州のカールトン大学、マカレスター大学、セントーラフ大学やオハイオ州のオーバリン大学といった。 グリネル大学と同様に中西部を代表するリベラルアーツカレッジがよく併願される。ありがとうございます。